和樹とお姉ちゃんが初めて出会った場所だっけ。あのね、私お姉ちゃんがすごく好きだった。和樹と結婚するって聞いた時、私すっごく嬉しかった。ごめん。優しくて綺麗でいつも笑ってた。ごめん。だからさ、和樹の中にいるお姉ちゃんがいつまでも寂しそうな顔してるの嫌だな。もう5年だよ、いいじゃない。俺はさ、怖いんだよ。え？変わっちまうのがさ、あいつを死なせた罪を忘れて別の何かで満ち足りて、あいつが思い出の中から消えちまうんじゃないかって、それが怖くて変わりたくないんだ。思い出は牢屋なんかじゃないよ。